最近ダイエット頑張って2週間でマイナス 1.4キロ、うん、ピラティスでインナーマッスルを鍛えてて食事も考えながら食べて頑張っているのに、うん、うちのゴリラと来たら帰ってきても何も言わんゴリラってうちのゴリラいいです ね週末困難ですけれども、うん、私と一緒にいない平日はどうせエロ動画見よっちゃろってひどいもうさなんていうか生活に根ざしちゃってるね色っぽい五七五ですから、うんうん、色っぽくよろしくお願いしますね。これはね結構ねあの想像させるんですよ、はい、ひろきさんからいただきました。野球拳負けてる彼女あと2枚もうすぐそうです ね靴下が2足だったやだそこが残ってたもう野球拳しなくていいだろうってそれからねこれも普通ですけれども安弘さん見つめられ言うこと聞かない下半身それから徹底した写実主義っていうことでね、うん、男性の方浩二さん袖なしの釣り革握る脇の下最低ですね皆さんご用心くださいもうやっぱり見てるんだって言ってやだなんだよそのやだって君がね変なリアクションするとなんか余計なんかもう変な方向に電波が揺れますからやだってやめろよその言い方それからねみきこさんという50代の女性の方大丈夫黒ニンニクがあるじゃないってよだれ垂らすねなんでよだれ垂らすのさあ色っぽい五七五おいしいお肉が当たりますんでねどうぞお寄せくださいよということになります、はい、というのもね即答クイズショーやっぱいろいろ出たい理由があるみたいで、こちら40代の女性かよさんからいただきました。中地奈央ちゃんこんにちは。こんにちは。反抗期真っ只中の小学1年生の娘、うん、もう毎日喧嘩なんですけれども、そんな娘が中地のクイズに出て当たりをもらってって言われたんです、うん、なんで中地知ってるんって聞いたらクラスで中地の話しかしないお友達がいるそう昨日の夕方公園で中地の話で5人ぐらいのお友達で盛り上がったそうすごいねすごいですね小学1年生の学校が終わって小学生の社交場といわれる近所の公園で今半期に一度のリスナー大感謝ウィークがありようねみたいな中地うどん食べたみたいなうち食べたっちゃけどうどんの話はしてそうですね視線の衝撃辛くないみたいなそんなことになってるなんてすごいさあそれではね、うん、そんな子たちが聞いてると思ったらもう色っぽい五七五なんてなかなかできないんですけれども20代の男性高弘さんの作品です。私の股間のもっこり伊達じゃない最低ですねはい最低です言わなくていいんだよそれからね、うん、これ綺麗だよ三つのりさん金魚すくい君のうなじに救われるねえまあいろいろあるんですけれども時間がなくなってしまいましたもうないの本当にいやいやいやごめんなさいねいろいろやらなきゃいけないことがたくさんあるんですよ、うん、色っぽい五七五今日もお待ちしていますだよな30代の女性の方からいただいた作品です。ダメやめてあなたにつく嘘これだけですこれはすごく色っぽくないですかねえストレートなものが多い中で、はい、ダメやめて
あなたにつく嘘これだけです。うわ、ねえ、うん、それからねかと思うともう最低ですけれども男性の方からいただきました。としいでさん、店パンはがっつり見てもいいのかな。だって店パンなんだから。いいんですけどね見ても。そうですか、うん、それからね、みきこさん、好きなのは終わった後の腕枕。これもねうまいんですよ。じゅんじさん、はい、ビキニギャル、グラサン越しに目も泳ぐって。うまい。うまいよね、うん。あとねもう最低なのはたけしさんかな、つよしさんかな。男性、なんでだろう、興奮するよ君の名はって。文字考えてくれ、君の名は。君の名はじゃないね、うんうん、君の名は。もういいんだよ。何回も言わなくても、それからね40代の男性、これいきましょう。小市さん、心配だ、娘が女になっていくって。まあ成長の過程ということなんでしょうね、うんうん。それからねこれ最低ですね、30代男性、高信さん、来世ではドローンになって谷間見るって。もう本当に男ってなんだよ。そのさ君のねのなんかリアクションおかしいんですよね。その男ってっていう言い方が なんていうかね、その私はもうそんなん全然受け付けませんよみたいな、そういう言い方が良くないと思う。男ってそういうところが可愛いなんですよ。あ、そうですか、わかりました。まあ、とにかくね、色っぽいご七五お寄せくださいね。美味しいお肉が当たります。堀ちゃん牧場の特選サーロインステーキ 250g が2枚入ったものっていうことで、じゃんじゃんお寄せください。